サキと一緒に父さんを探しに出て、数日が経った。未だに父さんの手がかりは見つかっていない。あれから、レイとも連絡がつかないし。一体、どうしちゃったんだろう。まるで何かが出てきたような穴ね。何かが落ちた穴かもしれないよ。どうだか。どっちも生き残るなんて、そんな都合のいい選択肢があるなんて到底思えない。レイとも連絡がつかない。そのレイっていうのはお姉ちゃんの知り合い？そう。サキと父さんを見つけるために私に情報を提供してくれていたんだけど。そのうちばったり会ったりして。会っても分かんないけどね。今まで端末でのやり取りしかしてこなかったし。え、そんなやつ信用してたの？大丈夫？こんな世の中だししょうがないでしょ。今だってショップアプリは機能しているんだし。あれ、レイが入れてくれたの。へえ。ほら、行くよ。あ、待ってよ。